ちは。大家好。Hey guys。花です。今日は二人でお酒をと時の過ぎゆくままにです。それぞれの曲の後に曲のエピソードを花がお伝えします。では、あずさみちおで二人でお酒をです。どうぞ。なしで別れましょうね。さらりと水にすべて流して心配しないで、一人きりは子供の頃から慣れているのよ。そうたまに寂しくなったら二人でお酒を飲みましょうね、飲みましょうね。変わり合って別れましょうね。こうなったのもお互いのせい。あなたと私は似た者同士、欠点ばかりが目立つ二人よ。どちらか急に寂しくなったら二人でお酒を飲みましょうね、飲みましょうね。なるでしょう。ここの街のどこかで私は生きてゆくのよ。それでもたまに寂しくなったら二人でお酒を飲みましょう。1974年、あずさみちお2人でお酒を。1963年にこんにちは赤ちゃんが大ヒットしています。それから11年後、彼女自身のイメージを変える曲となったのがこの2人でお酒をです。1番を歌い終えた後、床にあぐらをかきながら歌うのが特徴です。では次に沢田研二で時の過ぎゆくままにです。どうぞ。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ
嫌だと泣いた壊れたピアノで思い出の歌片手で弾いてはため息ついた時の過ぎゆくままに好みを任せ男と女が漂いながら落ちてゆくのも幸せだよと二人冷たい体合わせる体の傷なら治せるけれど心の痛では癒せはしない。小指に食い込む指輪を見つめあなたは昔を思って泣いた。時の過ぎゆくままに好みを任せ男と女が漂いながらもしも二人が愛せるならば窓の景色も変わってゆくだろう。時の過ぎゆくままに好みを任せ男と女が漂いながらもしも二人が愛せるならば窓の景色も変わってゆくだろう。1975年、沢田研二、時の過ぎゆくままに、沢田研二が主演のテレビドラマ、悪魔のようなあいつの挿入歌です。彼にとってソロにおける最大のヒット曲です。彼はジュリーとも呼ばれていますが、これは女優ジュリー・アンドリュースに由来し、自ら名付けた愛称です。いかがでしたか？なお、この番組は日本語版以外に中国語版と英語版もあります。こちらもぜひご覧ください。ではまた。再见。 See you soon. Bye.